GNOME におけるコンテキストメニューの例コンテキストメニューとはグラフィカルユーザーインターフェース内のアイテムをクリックすることでポップアップするメニューのことであり操作や実行中アプリケーション選択したアイテムのコンテキストによって変化するオプションの一覧を提供するショートカットメニューや右クリックメニューとも言う通常 Windows、MacOS XWindow システムを実行する Unix といったオペレーティングシステムにおけるマウスの右ボタンをクリックすることで呼び出される。ボタンが一つしかないマウスの場合、同時にキーボードの特定のキーを謳歌すれば表示できることもある。Windows に対応したキーボードではコンテキストメニューを呼び出すメニューキーが備えられている。コンテキストメニューは1970年代半ばにあるとを 暫定ダイナブックとして機能させるためのある種のオペレーティングシステムとして開発されたスモールトック環境におけるポップアップメニューとそのオブジェクト思考的な振る舞いを起源とする。この暫定ダイナブック環境ではあると似て3つのボタンがあるマウスの2番目のボタンをクリックするとその操作をメッセージとして受け取ったオブジェクトに対する ふさわしいメニューをポップアップする責務を担っていたため、ユーザーにはコンテキストに応じてメニュー内容が変化するように見えた。なお、同じアルトを使って開発されてはいても、スモアルトックとは、系譜が異なり、ゆえに全く別の操作スタイルを有したスターには、同種機能はなかった。一方で、プログラミング言語であるオブジェクティブ C や、アプリケーションプログラミングインターフェースのみならず、 ユーザーインターフェースにおいてもスモアルトックの強い影響下にあったネクストステップにはメインメニューを呼び出すなどという格上だと言えるような機能が見受けられた。同様のことはスモアルトックを用いて新しいインターフェースのプロトタイピングなどが行われた Windows95 についても言える。コンテキストメニューは階層的に構成されていることがある。マイクロソフトアドは コンテキストメニュー上の矢印アイコンをクリックした後でのみサブエントリーを表示しさもなくば親エントリーに対応した動作をするという方式を採用した最初のアプリケーションの一つである。これによって同じ操作の繰り返しが素早く行えるようになった。不適切なコンテキストメニューはかえって使いにくくなるとの指摘もある。例えばアプリケーションによっては コンテキストメニューでしか利用できない機能があり、経験を積んだユーザーでさえ混乱してしまうというものが対象である。ウェブブラウザではスクリプト言語によってコンテキストメニューの表示を禁止することができる。マッキントッシュでは長らく一ボタンマウスであり、コンテキストメニューはあくまでも補助的な位置づけで原則としてコンテキストメニューの機能はメニューバーにある項目からも呼び出すことができた。 そもそも導入されたのが MacOS8 からと遅く対応していないアプリケーションも多かった。しかし便利であるのも事実でコンテキストメニュー機能拡張やカンテックスタイルメニューアイテムズプラグインにてその内容をカスタマイズすることもできる。ありがとうございます。